はい、今日は突然ですがホイッパーの比較をしてみたいと思います。はい、泡立て器で手で泡立てる方法とふわわホイッパーでやる方法、そして電動ハンドミキサーで泡立てる方法、3パターンをしてみたいと思います。まずは手で泡立ててみたいと思います。はい、約2分でこんな感じです。結構頑張りました。はい、ちょっともう限界です。約3分でこんな感じです。十分メレンゲになりました。はい、続いてふわわホイッパーでやってみたいと思います。はい、こんな感じです。はい、ふわわホイッパーでは約1分30秒ぐらいで固いメレンゲになりました。続いて電動ホイッパーでやってみたいと思います。はい、2分経ってこんな感じです。欲しいな、手の方が早かった。はい、約4分経ちました。はい、約5分経ちました。はい、電動ハンドミキサーは約13分ぐらいやったんですけど、こんな感じです。はい、このような感じで電動ハンドミキサーでやった場合は滑らかなきめの細かいメレンゲになりました。そしてで泡立てたものはこんな感じで、はい、ちょっと
きめの粗い感じですけども、しっかりしたメレンゲになりました。そしてふわわホイッパーもこんな感じです。短時間であっという間にメレンゲになりました。この3パターンでいうと、ふわわホイッパーが一番早くメレンゲになりました。2番3番という形です。はい、今回はこのような結果になりました。先端の大きさの違いもありますが、ふわわホイッパーは短時間でメレンゲを作ること以外は他の使い道が私には思いつきません。電動や手動のミキサーはメレンゲの他にもドレッシングや粉物を混ぜ合わせたりと、使い道は様々だと思います。はい、今回はホイッパーの比較を私なりにやってみました。過去の動画でも100均の便利グッズをたくさん紹介しています。そちらの方も見ていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。